よしよし。こっちかなのか。とりあえず右側行ってみようか。右側行ってないもんな。何もないのか。クソ。あ、なんかある、なんかある。あー目、セーブ開けない。鍵取る。オッケー。3F2C 研究室の鍵。さっきの鍵かかってるところかな。鍵かかってるところいっぱいあるぞ。てか、ライト、ライト消しとこうか。なんかもう6分以上経ってる気がするけど。 ライト。待って、明るくないと調べられないいや、でもいけるとこ1個しか,しかないな。ライト今んとこ切れないな。ちょ、回切れるまで使ってみようか、ライト。うーん、バッテリー1個持ってるし、セーフティーゾーンに1個あるしな。鍵か。あー、ダメか。ダメか。どこの鍵なんだ メニュー開けない。ああちょ待て待て待て。ごめん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 ご大丈夫。僕は大丈夫僕は大丈夫んごめ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 めてくださいめんめんごめんごめんごめめんごめんごめめんごいんごめんごんなめんごめんんごよ入ってんごんごめ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  入ってきてのああかない違う違うそこじゃなくて鍵使うここかここなのか鍵使、OK OK OK、った、オケオッケーオッケータマイ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 タよイタマイタよしタマイ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 タ セー,セーブしたい、セーブしたい。オッケー、メニュー開ける。セーブと、鍵取るオッケー。OK、3F の行動の鍵。東、今、ここう3階なんすね。で、東に行けと。けと <laughs> ごめんなさい。ごめんなさい。あ、こっち通ればよかったな、こっちを。こっち通ればよかったのに。 それれが頭いなかったよこれどうしようどうやって巻けばいいんだこいつ。こいつ、どうやって巻けばいいんだ巻き方が分かんない。俺、どうやって巻いた ?1 回目。勝手になんか、追いかけるのやめたよな、あいつ。待って。オッケー。そう、足跡消えるのは分かるんだけど、あ巻いたぽい、巻いたぽい。巻いた、巻いてない、巻いてない。 いいてなっぽいまいてないっぽい,ー巻い,てなっぽいーここかオッケー、OK、対応してたオッケー鍵使う使った痛えわ痛えわそれは痛えわ鍵開けたらオッケーじゃねえのかよ痛えわ血みどろだわ血みどろだわ痛っ 痛えわ。痛えわ。うん。アイテム使用するわ。えっと、止血、骨折もしてますね。骨折、止血、オッケーで、えー、っと、ライフ回復。これどうしようなな。んとかさん使ってみようか。回復し続ける状態になる。これも何個かあったしね。これね、使ってみよう、一個。オッケーこれで体力、あ、回復した。オッケーオッケー よしよし。だから、ダメージ食らったら敵がどっか行くまで逃げ続けろと。で、ここ明るいからライト消しとく。いや、なかなかむずいぞ、このゲーム。クリアまで何時間かかるのか。はたし、はたして。本棚の究に関する o k あ、オッケー。中枢神経に関するもんがいっぱいあるな。LSD。羽ねいらっしゃい。な、お前、来んのか、ここに。お前、バカだろ。お前、バカだろ。何しに来たん、自分。お前、バカだろ。 安全な場所ないのかバカかよ。あいつ、普通に入ってきたぞ。バカかよ。鍵取る。えっ、ー、と、3F、西の倉庫の鍵。また西に行くのか部屋にもね、入ってくるらしいよ。遅い、その情報。<laughs> 遅い、その情報。俺、知ってた、その情報。入ってきてたもんだって。入ってきてたもん。入ってきた後に言われても。 遅い。ちょ待って。待って待って、足音が。OK、OK、OK。西ね、西ね。西の鍵と。OK、OK、ここにはいないはず。ドアノブ壊れてる。こっちかな。いや、こっちはさっき開けたところか。渡り廊下から来てすぐの場所には来ない。 渡り廊下から来てすぐのはちょっとどこなんだろうちょっと待って、なんかいろいろアイテム失ったから持っていこう。えっ、ー、と。あ、これ読んだから。あ、もう読んでないわ、忘れば。待って待って。えっ、ー、と、使うとこれ。LSD。リゼルグ酸ジチエルアミドの名略称。誘導体体系25番目の物質であることから、LSD25 とも略される。全くわからん。 えー、無味、無臭、無職であり、精神状態、環境、接種経験等で、えー、効力が変化する、時間、記憶が変化、拡張する感覚を引き起こす、効力の継続時間は7時間から12時間。宗教的儀式に用いられたケースがある。北シベリアでは、えー、ベニテングだけを新生物としてあが、えー、め、たたえ、ためめか。メキシコ北部では、ペオーテが北部、南部では朝顔、アサガオの禁煙種が申請とされていた。 1965年のドラッグ乱用規制修正条項そして1968年の修正案により所持及び未許可での、えー、未製造が重罪とされたなんか読めなくなってきた字が要するにわからんと、えー、これを言って止血用具持ってく止血用具持ってこう俺すぐにあれなんで,で水飲めるんだっけあ飲めないのか からうーん、オイルは持っときたいしなバッテリーはいつ切れるか分からんし。ジッポライター。ペットボトルの水。水いらんか水。どうしようななんかいらんもんないかな。鍵はいるだろう。注射器。注射器いらんか。注射器いっぱいあるし。置いていこう。で、食料持っていこう。食料は使えるしな。すぐにパッて。ほんとだ。水不足。代謝向上。OK。えー、っと、ユース。水。 オオオッッッケーオッケケあ二2回も飲んじゃった。くそ <laughs> まあまあいいや。汲めるし。水は汲めるんだ。え、どうしようどうしよう。セーフティーモードってライト切れないのかなバッテリーが長持ちなのかセーフティーモードって。じゃセーブして。あっ、モデル書きして。オッケー。オッケー、戻れた。オッケー、オッケー,ッケー。いけたいけた。 鍵落ちてる通らないセーブします取るえー、っと 3F あれかなこれ 3FS ってさ下の下ってこと南ってことかサウスの東ってことかこれ今上だもんね確かさっきのが 3FN の西の鍵って書いてあったから北ってことかノース上の階の西の鍵 下の階の東の鍵ってことなんすね。で、今ここ3階なんすね。なるほど。っていうのをちょっと自分だけで納得してた。今北さんいらっしゃい。アリーナ余裕だぜ。この放送は。だから南に行きます。サウスに行きます。ここかあ、オッケー。対応してた。鍵を使う。鍵使った。オッケー。ここに開くんあ、オッケー。あ、2階に行ける。2階に行ったぞ。多分、下がったよね。 バッテリー結構長持ちだからライトつけとこうかな。一個持ってるし。これ切れたら節約しよう。オフ。や、るもなんか楽しくなってきた。楽しくなってきたぞ。このゲーム。待って、セーブさせてください。あ、できないのか。どこでセーブできるんだここはセーブさせてください。オッケー。待って。スタミナがなくなってきた。グッド。ちょっと待って、スタミナはこれか。スタミナが 食べ物でいいよたぶん常にもう歩けっていうことなんだな基本あなんかある鍵取る 2FN、えー、北側の 2F の北側の床下ハッチの鍵床下ハッチ楽しい楽しい日用品がいくらか入っているいくらかっていうかだいぶ入ってるなおいだいぶ入ってるな日用品ペットボトルから角材とあれだなあれちょっとあれだ 缶詰食料食べよう。缶詰食料食べる。オッケーオッケー。ファイン。缶詰食料もう一個置いときたいけど、とりあえずあれだギプス持っときたい。またやられかねないんで。えー、っと、これとこれで。固定ギプス。でもな、どうしような。ギプス持ってても、ビニールテープでなんだっけえー、っと、細いがかなりの強度、星はギプスに使えそうだ。え、ビニールテープと、 がこあれって、薬材って組み合わせられんのかなちょっとやってみようか。違う。これとこれでもギプスつけられるランクが変わるのかな薬材見てる。ああ代用品なんすね。関係ないんだ。OK。なるほどね。トゥルーエンドもあると。でもとりあえずね、1個の、ね、エンディング見たいなって思います。 この難しいゲームくリアできたら結構誇っていいんじゃない俺。俺、ホラーゲーム得意なんすよーって。ドヤ顔で言ってもいいんじゃないでしょうか。チッポライター。でも使うことあるよなぁ。消毒液がちょいらんかもしれん。ちょいらんものを置いていこう。じゃあ、違う違う違う。えっ、ー、と、これはいる。鉢の鍵もいる。固定ギブスも1個欲しい。うーん。鎮痛剤。でもここに置いとくとあれだもんな。なくなるから。 止血用具。あんまり置いてきたくないな。持っていこうか。固定ギプス持っていく。空のペットボトルはあるからいいか。水筒もあるしな。固定ギプス。まあ、とりあえず持っていこうか。いや、でも1個くらい開けとがないと満タンのとこでできないかな。今後ゲーム考えさせられる。うわぁ、なんかめっちゃアイテムあるやん。<laughs> めっちゃアイテムあるやん。すげえ。 バッテリーもあったわー。じゃあバッテリーも使っていこう。早く俺セーフティーゾーン戻りたい。セーフティーゾーンでアイテム預けたいよ。セーフティーゾーンでアイテム預けたいよ。アイテム預けないと。ここにも手いたりするちょ、じゃライト切れるまでつけとこう。明るいところ以外で。乱暴な力でこじ開けたことなのか、ドアノブ破壊されている。鍵が微妙に外れかけている。何か鈍器があれば破壊できるかも。ツルハシが使えそうだが大きな音が鳴るかもしれない。 うーん、ちょ、待ってよー。セーブしたいっすねー。これで陽動かなー。コンピューターがある。あ、え、待って。今のってセーフ待って。そうなのごめん。そうなのか。気づかんかった。あれ、セーフティーゾーンなのか。<laughs> 余裕がない。ありがとう、みんな。俺、余裕がない。いや、でもね、このゲーム楽しいんすよ。なんか、いろいろ考えちゃって。 そそかそか、これセーフティーゾーンなのかほんとだこれセーフティーゾーンの箱だそっか、俺が入れたやつか、これ。ごめんごめん。まったく余裕がなかった。そっかそっかそっか。え、でも、セーフティーゾーン、あんま物入らねえ。<laughs> あんま物入らねえ。マジか。あんま物入らねえのな。ちょっと、とりあえず組み合わせて作るわ。オッケー、じゃこれで行きましょう。とりあえず持っていくものは。ちょっと待って。 気になる。この感じが OK よし OK ハイデンカのブレーカーが落ちているブレーカーを上げれば電力回復しそうだただし内部のヒューズが破損しているらしく一定時間経過すると再びブレーカーが落ちるだろうブレーカー上げるやったーい OK もうね開けよう開けようオレイ OK 鍵赤い。でも敵来なかったな。来ると思ったか、絶対。よし、待って。取れよとりあえず、探索から。薬品が入っている。おーすげえすげえライフ回復。これ全部セーフティーゾーンに入れときたいな。あ、めっちゃあるじゃん。でもちょ、待ってよ。この箱の中、バッテリーとラベル書かれている。バッテリー、でもバッテリーマンのとこ切れてないからな。バッテリー、バッテリーも入れときたいな。セーフティーゾーンに。他ないかな。 いやでも楽しい楽しいこういうやりくり系。下に大きな穴が開いている。そしたら壁に、えー、血しぶきが飛んでいる。そこらに拳銃を見つけた。これで自殺したのだろうか。拳銃を確認してみたがマガジンや銃口に、えー、血のりが流れ込み、完全に使い物にならなくなってしまっている。くそ。使わせてくれよ。まあ、とりあえず持っていくか。